皆さんお久しぶりです。タリオです。ちょっと皆さんに質問したいんですが、ダイエットの終わりっていつ来るんでしょうか。ダイエットの結末は3つあると思います。成功、失敗、あともう一つあって、それが考えようによっては最悪の結果だと思います。何だと思います？それは継続です。終わりのない無限ダイエット地獄、成功にも失敗にもたどり着けずダイエットをやめられない、そんな状況を打破するための方法をこの動画でお伝えします。ダイエットの成功率を高めるには非常に有効なので、ぜひ最後までご視聴ください。まずやるべきことを結論から言ってしまうと、 BMI による目標設定です。目標を設定しさえすれば成功か失敗が訪れますので、少なくとも無限ダイエット地獄からは脱出が可能です。本題に入る前に、前回ダイエットを始める前にやるべき BMI を元にした現状把握という動画で BMI の基本的なことを説明しています。この動画を見て内容がよくわからなかったり BMI に自信がないという方は、そちらをご覧になってみてください。再生リスト、見るダイエットサプリからどうぞ。概要欄にリンクがございます。さて本題です。今回お伝えしたいのは、目標設定というとても簡単なことですが、できてない方がたくさんいて、無限ダイエット地獄にはまってしまっている方が大変多いと感じています。これについては私の感想ですけれども、実は根拠もあります。日本においてダイエットが必要な人、 BMI25 を超えてしまっている肥満に属している方なんですが、その割合は 20.8% です。5人に1人ということになります。ところがあるアンケートによれば、今ダイエットしてますという人の割合は全体の 47.2% だそうです。実に約2人に1人がダイエットに現在進行形で取り組んでいるということになりますね。この割合を考えれば、ダイエットが大人気コンテンツなのも納得ですよね。ちょっと待ちなさいよタリオさん、何もダイエットに取り組むのは BMI25 以上の人だけじゃないでしょう、分かってないわねと思われた方、おっしゃる通りです。たとえ BMI20 のスレンダーな方でも、もし職業がモデルさんであればダイエットに取り組むでしょう。でもそれを分かった上で言わせていただきたい、 47.2% もの人がダイエットに取り組んでいるっていうのはちょっとおかしいですよと、ここで提案です。ダイエットは終わりにしましょう。目標を明確にすることによって、終わりのない絶望の無限ダイエット地獄から脱出しましょう。ダイエットはあなたが主人公のストーリーです。冒険です。戦いです。例えばドラゴンクエストだったら、ドラゴンを倒すために旅をします。ドラゴンを倒したらエンディングです。終わりなんです。そう、目標がめちゃめちゃ分かりやすいんですよ。ここでもう一度あなたに質問したいと思います。あなたのダイエットの終わりっていつ来るんでしょうか。もし明確に数字で答えられないのであれば、今目標を決めましょう。私がそのお手伝いをします。目標の決め方でおすすめなのは、 BMI をもとに目標設定するということです。理由は2つあります。1つ目、とても一般的に浸透した優秀な指標であり信頼性が高いこと。2つ目、数字で捉えられるのでダイエットの進み具合や目標のラインが明確になるということです。では具体的にBMI いくつを狙えばいいのか、それは自分自身で決めるしかありません。少しヒントをお渡ししますね。この表を見ていただきたいのですが、 BMI22、 これが最も理想的で最も病気になりにくい数字と言われています。健康のためにダイエットしたい方はこの数字で十分でしょう。芸能人でいうと磯山さやかさんが BMI22.06 だそうです。ぽっちゃりキャラなイメージなんでちょっと意外ですよね。先に言っておきますが、これ以降の概念は割と一般的に浸透した考えだと思いますが、誰かが勝手に考えた概念ですので、あくまで参考程度にしていただきますようお願いします。 BMI20 は美容体重と言われています。めっちゃモテたいという方はこちらを目指していただいてはいかがでしょうか。女優さんでいうと仲里依紗さんがだいたい BMI20 くらいっぽいです。 BMI18 はシンデレラ体重と言われています。王子様に靴を見つけてほしい方は目指してください。ここからは明確に低体重となります。タレントさんでいうと佐々木希さんが BMI17.7 だそうです。うん、応援してます。次に BMI17 ですが、これはモデル体重と言われています。モデルの方はガチでこのぐらいだと思いますね。疑いようもなく低体重になります。女優さんでいうと上戸彩さんが BMI17.15 だそうです。うん、結
結婚したいですね。どうでしょう皆さん、目標を設定できたでしょうか。ちなみに私は BMI20 を目標にダイエットをし、今は終わっています。私はモテたくて美容体重を目指したわけではありません。私自身のどこまでも遠くまで走りたいという願望を叶えるために、自分のスペックが一番発揮しやすい BMI20 を目指して減量をスタートさせました。ダイエットの理由も目標も人それぞれです。自分自身で決めるべき問題です。誰かにとやかく言われて決める内容ではありません。あなたがゴールする瞬間を心から願っています。さて、今回かなりお世話になった BMI という指標ですが、残念ながら弱点もあります。いろんな方が使えるように考えられた素晴らしい指標なんですが、実は一部の方には合わないという事実もありますんで、それはね、別の動画で解説していきたいと思います。他にもダイエットに役立つ低 GI 食品ややばい高 GI 食品の情報などもまとめていく予定です。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。このチャンネルでは引き続きダイエットに役立つ知識やモチベーションを保てるような動画をアップしていきたいと思います。チャンネル登録するかお任せしますので、ぜひ犬走りタリオの動画をもう一本見ていただけると幸いです。夜中の0時から24時間で湖を何周できるかみたいな、ちょっとおかしいチャレンジをしています。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。